カザフスタン鉄道ラテン文字、カザフスタンテミールゾリー、略称、KTZ とは、カザフスタンの国有鉄道である。合資会社として創立させて、カザフスタン政府で鉄道輸送を維持することになり、ヌルスルタンに本部が存在する。関連した、株式会社は、所有車両牽員機材と、乗客輸送分割を所有している。修理施設は民営化されている。 ネットワークヌルスルタンにあるカザフスタン鉄道本部現在の機関はソビエト連邦時代に基づきロシアゲージの 1520mm 後期。カザフスタンのドストク駅と中華人民共和国の国境のアヘシャゲ山口駅では 1520mm の後期と 1435mm の標準機が単線並列で結ばれている。日本通運の中国法人である。 日通国際物流が2017年9月、KTZ 及びその物流主会社、KTZ エクスプレスと東アジアと欧州、中央アジアを結ぶ輸送について、業務提携をぼきを結んだ。2019年現在、カザフスタンからの中央アジア諸国向けの貨物の輸送量は増加傾向にあり、同鉄道はカスピ海経由の輸送活性化に力を入れると述べており、 アクタウ港特有陸港の進行、さらには外名の出口となるジョージアの国会沿岸の港湾開発動向にも注目していることを明らかにしている。ユーラシア大陸横断鉄道は CIS 諸国の鉄道に乗り入れる際に台車の交換を必要としている。KTZ は 3862km が中国、東南アジアをヨーロッパと結ぶ役割を担っている。 しかし、ヨーロッパ、中国などとの期間の違いから、代車交換が必要となり、コスト上昇や遅延が発生していた。近年の計画は、イランとトルクメニスタンを通過する、標準機の路線を敷設台代交換なしで直通することを目標としていたが、現在はすでにその計画が挫折している。中国の港からヨーロッパの港まで、 海上輸送で40日から65日かかっていたが、新しい標準機の鉄道ならば7日から10日。また、東部国境のドストク駅からカスピ海沿岸のアクタウを結ぶ新線の建設も開始された。プロジェクトは50億から70億ドル。これによりアクタウ経由でイランへの輸送も可能となる。ソ連時代からの機関車、エレクトリーチカ、客車が使用され、客車は カザフスタイ国旗に塗装されている。カザフスタンではスペイン製のタルゴが高速列車として走っている。中国との直通を便利にするために機関可変車軸が検討されている。ありがとうございます。